こんにちは、のぶです、今日は12月15日金曜日の12時8分です。今は那覇市に来ております。那覇市の県立美術館博物館ということで、まあ、基本的に年中いろんな美術展とか博物展示をしているところです。10年前ぐらい、確か10周年迎えたのでしたっけ、に建てられた建物です。そしてメインの建物の入り口横には沖縄の民家があったり、民家の復元したものがあったりします。昔古民家、中も待っていいですね。こういう感じです。土足厳禁居と入っても大丈夫なんですね。ここは特に無料なので、美術館、美術とかはお金がいります。畳も上がっていいんですよね。正面に行きましょうか。そうですね、ここができてちょうど10周年ですね。沖縄宝を未来ありがとう10周年ということで、10周年のイベントらしきものもやっているようです。ここがメインの正面入り口ですね。美術館からお届けしました。ありがとうございます。